ドンミシはるか、ことね、まほ、私たちはジェゴでーす。 BTS さんが11ヶ月ぶりにカムバしました。うわー、嬉しい嬉しい、おめでとうございます。いやいやいや、噂によるとですね、今までの BTS の集大成を詰め込んだ楽曲になってるみたいです。おー、エモいね。エモいです。じゃあそれでは早速見ていきましょうか。はい、レッツジェゴー、スタート。あー、これね、あるあるやん、うん、変わったんだね。砂漠、砂漠だ。ククさんククさんじゃね。ククさんや、ククさん。うわー、かっこいい。え、くじぴくじぴくじぴ。おー、おー、1,2,3,4,5,6,7人。どこじみ。え、待って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 、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ねえ、聞きたい。テテさん、これ緑？え、これ緑、違う。黒。黒だ。黒か。なんだ？ラブモンさんだけシルバーで、あとみんな暗い色だね。もう大人 BTS だ。若い。え、昔これ昔。可愛い。赤ちゃんみたい。おー、かっこいい。なんなの、横顔世界一。お。おー。ね、やばい、マジググかっこよすぎ。これランジャネ。うん。ね。うん。え、韓国語？え、だね。わ、韓国語だ。うわ、バラ似合う。あ、もう歌声たまんない、マジで、うん、マジで好き。ちょっと待って、こんな不意に笑顔来る。やられてますね。口火やばいね。口火やばいね。おー、これ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 、これね、スプリングデーの MV。 やばい、なんか懐かしいね。だってククここに立ってたもん。やばいやばい、かっこいい、マジで。ポキさん、アップ。おー、やばい、マジイケメンだな。あー、おえ、これ何、何、何、え、そうそう、銅像ね、銅像ね、銅像ね、そう、すごい、なんか埋められてたみたいな。なんかいろんなのが繋がってますね。え、待って、ジミンちゃん耳の後ろタトゥー入ってるの？マジ？おー、入ってる。え、これは本物なの？なんていう字なんだろう。ユースじゃない？かっこよ。あ、これなんだろう。チェゴ？え？え、あれじゃない ?DNA かな？違うか。いや。あ、待って待って。ぴったんの村。あ、これが、うん。あれ、え、待って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 。悔しい。え、待って、これ間違えたらめっちゃじゃない ?I20 だと思う。おー。I20 の裏路地でみんなが走ってるとこ。はいはいはい。わかる？絶対そこだと思う。そうそうそう。あ、って興奮するね。かわいい服。おーおーっと、これはこれはこれスプリングデーだと思う。これも、うん、スプリングデー多いね。多いね。似合うね、緑。かわいい。ふぅ、え、これなんだろう。え、大人 BTS じゃん。え、かわいい、ジミンちゃん。指輪を。おぉかわいい。おっと、何見せ、ええー、これ何、え、てか
さ、テレビがさ、ジンさんをさ、こうやってやったりするのもあったよね。チアス涙かなんかで。あ、確かに。あったね。それ？あ、そうかも。それなのかな。なんか砂漠だとさ、うん、オン、うん、オン、うん、オンだよね。うん、かわいいね。ね、かわいい、無理なんだけど。これみんなそれぞれ何を思ってんだろう。ね。これまたあれじゃない、次の曲に続く的な。ああ。確かに。え、何笑ってる。おお。なんか最後こうなってくのさ、瞬き閉じるみたいな感じでさ。確かに。どうだった？11ヶ月ぶりのジミちゃん。11ヶ月ぶりのジミちゃん。で、なんか、真帆は、個人的に、昔の、芋みたいな、前髪のジミちゃんがすごい好きだったの。おぉ、じゃあまさに。そう、だからもうすごいね、嬉しい。うわぁ真帆のためにこの髪型したんじゃない？いや、間違いない。真帆のためのゲットトゥーカム。ごめんなさい。怒られろ。でも、がっつり推しですからね。昔は、握手会とか行ってましたから。ジミちゃんと握手しに行ったんですよ、私。あの、ランの、日本に来る握手会があったんですけど、真帆って名前、韓国語でここにつけて。って言って握手したら、まず手がマシュマロ、顔がマシュマロで、なんて言ってくれるのかなと思ったら、魔法かわいい。今握手って考えられない。いや、ほんとそう。全体的に MV がすごいシンプルだったけど、うん、なんかシンプルなんだけど、めっちゃいろいろ繋がってて、うんうんうん、多分考察しやすくなってると思う、いつもより、うん、確かに直でアーミー、うん、で伝えに来てるんだろうなってはるか思った、うんうんうん、確かに、なんかいつもさ、この看板の横とかにアーミーって書いてあるんだよね。韓国語っていうのがなんかまた ね、確かに、今までダイナマイト、バターはなあ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 な、もうほぼ全部ね、英語だったから。そう、しかも韓国の音楽番組にこれからどんどん2年ぶりに出演するらしいから、ね、それも超楽しい。やばいよ、めっちゃ嬉しい、ね、ジミちゃんに最後一言お願いします。え、マホのために前髪パッツンにしてくれてありがとうございました。あの、今ね、アーミーの代わりに、そうそうそう、全国のアーミーを今背負ってはい、ということで、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。あと積極的転載もお願いします。お願いします。お仕事、学校、頑張れ。以上。